はい。あ、そうだ、それ書くの忘れてた。ボブ、そう、ボブ。削除します。ショールームしてます。ボブ初解禁。ボブ初解禁。見に来てね。メイク配信です。はい、ツイートしました。そう、あの、ちょっと今、ベースメイクだけやったんですけど、ツイッターにごめんね、ありがとうございます。そう、ベースメイクだけやったんで、これから普通にメイクしていきます。こんばんは、ボブ、ボブ、あ、ハゲです、だった、ボブですに見えた、ボブすぎて、そう、髪の毛切ったんですよ。ボブ似合ってる。ちょっとまだね、公開してないんですよ。貴重ですよ。初めてのボブにした。でもそれ前にとりあえずメイクします。その前に何メイクします。だけどちょっとね、唇の色がなさすぎるので、リップだけ塗りますね。あ、そう、メールにも送ったんです。 SKL は本当に私大切にしてる SNS なので、いや他も大切ですけど、やっぱあれって私のことを本当に本当に好きな人が撮ってくれてるやつだと思うんですね。だから SKL は優先度めちゃめちゃ高い。まあ、他も全部大事ですけど、やっぱりね、結構コアな人がさ撮ってくれてるイメージなんで、ちょっとじゃあメイクしますね。眉毛はあるんですよ、正直。ボマメと呼ばないところが大切にして、なんかね、ボマメ SKE メールって呼んじゃうんですよね。なんでだろう、なんでですかね。まあ、これでもいい。でも本当に大事にしてますんで、そう、コアなファンの人が多いイメージっていう。メイク配信です。どれぐらいメイク配信。あ、そう、今日の気温、あ、室温ですか、いつもの恒例の。今 21.9 度ですねこれは需要があるのかな。はじめまして。ありがとうございます。初見の方がいますね。なんかね、メイクする前になんか歯磨きしなきゃ、私メイクやる気起きないんですけど、ちょっと今日は時間なくて、歯磨きする前にメイクを始めました。これちょっとなんかね、嫌な感じなの、口の中が今。別にね、歯磨いてるんですけど、お昼に。なんだけど、なんかメイクする前に、磨きたくなっちゃうんですよね、歯を。あ、そうなんです。この状態で言うのもあれだけど、今夜23時からの日本テレビのニュースゼロのコーナーに出演させていただきます。今夜です、今夜の23時からです。何時に出るかとか分かんないので、もう23時から見て最後まで見てくださったら嬉しいです。はい、新型このなんかこれを書きながらやるのもちょっとあれなんですけど、一回書きますね。とりあえず出るのでぜひ見てください。やっぱりなんかね、ちょっとメイクしながらなんかね話すの本当申し訳ないから、ちょっとメイク終わったら話しますね。でもとりあえず今夜のニュースゼロに出ますっていう話です。拡散希望です。これは本当にたくさんの人に見てもいただきたいなって
思うので、本当にマジでめちゃめちゃ拡散してほしい。あの本当に収録というかそれはしてたんですけど、それも収録して、でもあそうね、それね、収録してんですけど、なんかいつ放送なのかまだちょっとわからないっていうことだったんで、あいつ放送なんだろうなっていう気持ちでいたら、本当に急にあの決まって放送日がで今日放送っていうことになったので、あの本当に23時から見てください。そう、あと今日はスパさんのずぶ濡れ、あのスパさんの連載にも出てるので、ぜひそちらもチェックしてください。今月のスパさんはあのなんか SK が表紙をやってて、私はあの連載のところに出てます。ずぶ濡れ SKE ですね。そうですね、それも告知しなくちゃ。今はまつげ上げてますね。なんかさ、まつげ上げるときにさ、私基本的にまつげパーマしてるんですよ。1年間というかずっとまつげパーマ族なんですけど、なんか今ねまつげパーマのお店がね予約が取れなくて、しかもなんかこういう状況じゃないですか、緊急事態宣言がね出てるからね、なんかなかなか行けないんですよ、行きづらいんですよね、怖いしやっぱり。だからもうかれこれ1ヶ月ぐらいかな、分かんない、どれぐらいだろう、まつげパーマ行ってないので自分であげてるんですけど、もうあげるのが下手くそすぎて、めっちゃまつげ挟んで、まつげのねまぶた挟んでね泣きながらねあげてます、まつげ。そしたら、あ、私は最初にまつげをあげる派です。でそしたらアイシャドウを塗る派です。これはあのあれです、 B アイドルのやつ、ブラシ、スパ今宣伝しました。またでも最後にメイク完成したらやります。ザコシさんとの動画見てからひっそり押してます、ありがとうございます。そう、あの芸人もういっちょっていう番組をやってて、今は終わっちゃったんですけど、そこでねハリウッドザコシ師匠と、師匠って呼んでるんですけど、師匠とあの師匠が番組に出てくださって、マジでね、そのねザコシさんとの会のね反響すごかったですね。もうですし、もうめちゃめちゃ再生回数いってますもんね。なんかもう一丁のスタッフのさんから連絡来ました、何万回行きましたって、ありがとうございますって来たんで、結構ねすごい反響あるみたいなので、まだ見てない方はぜひ見てください。あの本当に未だにあのエゴサとかたまにすると、未だにその動画のなんか引用みたいなのをツイッターでされてて、これは耐えられてる方だわとか、なんか結構お笑い好きな方とかなのかな、私のファンではない方、 SKE のファンじゃない方とかも結構反応してくださってて、本当嬉しいので、もう一丁多分 YouTube で全部見れるので見てください。今はまつげをこうやってあげてます。これホットビューラーで、でもなんか今日女の子いなさそうだね、コメント欄見る限り
なんか女の子がさ結構さどんちゃんのメイク知りたいみたいな感じで結構送ってくれてるからやろうと思ったけど、女の子今日いないかな、もしかして。体調大丈夫です、乃木坂じゃないです。でまつげ上げて、適当すぎる、メイク真似します。もうまたちゃんとね、土日とかにさ、土日結構みんな休みじゃないですか、まあお仕事の人もいるんですけど、土日の昼ぐらいにやりたいですね、メイク配信。今週やろうかな。いやでも仕事の時間がまだ分かんないんであれなんですけど、できたら土日にもう一回やります、メイク。もうメイクなんてさ、まあさ、おじさんとかは興味ないじゃないですか、正直ね。だけどなんか知ってほしい、このなんかこんなに大変なことをしてるんだなって。いや、やっぱメイクって可愛くなるなっていうことなんですよ、ね。うん、誰だよって感じだけどさ、だから土日にやるね。ほら見てください、こんな違うんです、目が。でホットビューラーですぐこれする、あの形整えてる、まだ固まらないうちに。形を整えて、もう今日絶対スクショしないでほしい、このメイク中の顔、絶対ブスだもん。でも見てください、ほらこんな違うんですよ、ほらやばくない、こんなに上がるの。どんちゃんレーンって結構女の子並ぶ、女の子多いかな、そんななんかいないわけじゃないけど、まあ圧倒的男の方が多いですけど、だけど女の子のファンも、まあ、少なくはないかなって感じって私は思ってるけど、どうなんだろう、他のレーンが分かんないからね。割といると思うけどな、可愛い女子。石塚ちゃん推しできました、私も石塚ちゃん推しです。あの本当に可愛いですよね、私本当に可愛くて、あの石塚ちゃんに会うと本当にオタクみたいになっちゃって、なんかいたってなっちゃうの。でマネージャーさんにいつもどんさん落ち着いてくださいって言われて止められるんだけど、で石塚ちゃんはいつもみたいな感じで一度困ってるんですけど、だけどもうめっちゃ可愛いやん、もう本当になんか顔可愛くて本当に、ね、好きなんですよね、ああいう顔が好きですね。何だ、ボブいいね、ボブもうちょっとで披露しますね。最初からメイクするとってことかな、所要時間どれくらいですか。でも日によるけど、めっちゃ時間かけたいときは1時間以上かかるけど、もうでも大体まあ30分かかんないぐらいですかね。なんかまつげパーマ、やっぱまつげパーマなんですよ、まつげパーマしてれば20分で終わるけど、まつげ20分ぐらいかかるから、私今日はもうね雨だからね、下がっちゃってしょうがないな、まつげが。だからちょっと今日は諦めてますけど、まつげ上げとくだけでね違うから、ほんとまつげパーマした方がいいって本当に思う。はい、ほらめっちゃ上げました。石塚さんこの前一瞬だけ会えたって喜んでたよ。絶対嘘、もうそんなん、私なんかに会えたって多分嬉しくないよ。嬉しいな、私は嬉しいけど。
福士直さんと会うと安心するって言ってたけど、しまし福士直さん、福士直さん後輩がすごいね、福士直さんって呼んでくる。でもいや嬉しい、私も本当にあの石塚ちゃんと会うと本当になんかもう癒されて、なんかいや本当に可愛いなと、もうなんかってなっちゃう。すごいね、緊張するんです、後輩なんですけど。だけどめっちゃね、もう可愛いし、本当に本当に可愛いし、なんかあれが好きだったんです、あのスパのお芋を持ってるやつがめっちゃ可愛くて、なんかめっちゃ可愛くて、なんかめっちゃいいなと思って、私はあれを見て、あの本当にやっぱこの子可愛いやって再確認しました。石塚ちゃんは本当に可愛い。でもこれ言うとえなたんがね嫉妬しちゃうんですもん。もう幸せすぎん、私。えなたんがね、ドンさんはもう10期に流れたって。違うんよ、違うんです、えなたんは違うの。えなたんはもうなんかね、可愛い後輩とかじゃなくてね、なんかもうめっちゃ仲いい可愛い子なの。えなたんぐらいだもん、なんか2人で、後輩と2人でご飯行ったことあるの本当にえなたんぐらいですね、現役では。ゴララとはね行ったことあるんですよ、2回ぐらい行ったことある気がする。ゴララも可愛いし、でもえなたんはもう、もうえなたんは私のもうなんか救世主なんですよ。私が1人でいる時もいつもえなたんが来てくれて、なんかもうや可愛いし、やっぱえなたんはね、なんかステージに立ってる時本当に可愛いから、ステージに立ってる時が特にね可愛いからね、うん、本当にいいです。うわすごい、ほら見て、涙袋が一気にぷっくりしました。これなんでだと思います？すごくないですか？ドンさんテレビ見てください、今夜。あ、そう、ゆきちゃんとねめっちゃ好きなタイプ被るんですよ。なんかね、なんだろう、マジでゆきちゃんと可愛いっていうタイプが一緒なの。だからゆきちゃんとよく意気投合する。ほらめっちゃ涙袋できましたよ。ちょっとね白すぎだけどね今、でもこの人馴染んでくるんで。やばくない？さっきとさ比較してほしい。ほらもうちょっと白くなっちゃったけど、ちょっともうこれは後で落ちるから、ちょっと綿棒で落ちて。ほらめっちゃ白くない？白くないじゃん、でかくない涙袋。人見知りで時間かかるのに珍しいね。そう、静香ちゃんとえなたんは後輩会でも全然話せる。石塚ちゃんちょっと緊張するけど、まだあのやっぱオタク出ちゃう、本当に可愛い子前にした時のなんか感じが出ちゃう。そう、ゆきちゃんと被るんだよね。ジュリナが乗ってるからスパ買ったらどんちゃんがおたけしてた。そう、私そうなんです、アイドルオタクなのでやってます、おたけ。すっごい寒かった、マジ冬の公園で、しかもあれ朝の8時とかです。今日スパ発売なんですけど、ちょっと告知しますね、ちゃんと。冬の公園の朝8時に撮影しました。朝8時にタンクトップで水かけられて、あーって言いながら撮影しました。
楽しかったです。でもなんかスタッフさんが本当に優しい方ばかりなので本当に楽しかったです。やっぱね、メイク配信の何がいいかっていうと、配信中に話しながらメイクができるっていう効率の良さですよね。私すごい好きです。次に鼻を入れてます。今からコンビニ参ります。栃木は寒いみたいです。そうね、今本屋さんの駐車場で配信見てる。わあ最高最高。場所によってまだ発売してない。そうなんだ。その鏡使いやすいですか。これかな、使いやすいですよ。 3CE のこれはミッキーのコラボ。全部ね、これもミッキーのコラボのやつなの。しかもでメイクポーチも今ミッキーコラボの 3CE の。なおちゃんの元気そうな姿が見れて安心しました。ありがとうございます。今何パーセントぐらい、もうほぼ完成ですけどね。あとは鼻筋を入れるっていうことに最近ハマってて、なんか鼻別にコンプレ別に普通なんですよ。自分的に、まあ、高いし鼻別にいいんですけど、なんかやっぱね入れると違うの本当に。なんかハイライトを小指で取って真ん中にって入れて、こういうぐらいつけていくんですよ。これねマジでね鼻ね別人になる。別に私は鼻自分の鼻好きだけど、これやるとマジで違う。これこっちにちょっと入れるんです。でそしたらフェーディングで、みんな持ってて気になったんです。あ鏡、これ結構使ってる人いますよね。でもねめっちゃ見やすいの。やっぱなんかサイズ感もめっちゃちっちゃいわけでもないし、こうやって入れていくんです。なんか全然見れる。まあこれでベースメイクからできるかって言われたらちょっと、まあ、寄りすぎちゃって、まあ、見づらいかなと思うけど、だけどもう普通にねベース終わった後眉毛とかアイシャドウとかなんかぐらいなら全然余裕でいけるし、あと持ち運びしやすいからすごいおすすめです。これはこうやって鼻をね入れてるけどいいんですよ。ほらちょっとこれをやりすぎだけど今どこのくぼみこうやってでちょっと鼻めっちゃ光ってるじゃん。これをこうやって何もついてないブラシでこうやって溶かして、溶かすっていうか何、ここら辺をぼかすの。ちょっとつけすぎたやつを鼻のとこもやるとほらめっちゃシュッて見えません？ほらっていう技でした。でチークはつけない派なのでつけません。あこれおすすめです。これすごくおすすめです。でハイライトやれます。眉毛地毛ですか？地毛です。これはでもなんか今ねあのあれやってます、眉毛ティントやってます。ほらめっちゃ鼻すって見える。ここにハイライトも入れます。ハイライトここには入れる。うんこれでもうほぼ完成です。で下まつげもやろっかなって気持ちなんですけど、なんかよれちゃうんですよね、黒くなっちゃうの。だからマジでちょっとつける、2回ぐらい絶対つけるだけ。じゃこれです。 YouTube んドンさん今の髪型めっちゃ好き、ありがとう。
でもね、今からボブに切ったんです、髪の毛を。私の好きなアイドルがボブにして、それを見て、もう可愛いってなっちゃって、やっぱ本当に可愛いってなっちゃって、ボブにしようって決意が。髪切りました。この髪型は普通に縛ってるだけですね。じゃあいいかな、ボブ初披露しますよ。いきますね。別にそんなね、何も変わらんのよね、別に。だけど初めてやるから、ボブボブしますよ、ボブ。でもボサボサかも。でーん、イエーイ。あ、これから仕事です。どうでしょう。めっちゃさ、今もうね、縛って何もしてないからね、何もしてない状態なんで、縛って本当起きて縛っただけなんで、めっちゃ跳ねてるけど、これどうでしょう。うん、嬉しい、みんな可愛いって言ってくる。嬉しい。じゃあスクショしていいですよ、今ならスクショ OK だけど、ちょっと今何もしてないの、セット。かわいい、かわいい。画面ログインしないでください。恥ずかしい。初見です、ありがとうございます。でもこうやって見たら、もうここはもう誰って感じじゃん。こんな感じです。めっちゃね、切った、ほら、わかるかな、ほら、めっちゃ切った。仕事してる場合じゃない。うん、仕事はしてほしい、お願い。仕事はしてください、お願いだから。そう、めっちゃね、しっとりしてるのかな、これは。髪質、美容室行ったばっか。外羽ね、いいですよね。めっちゃ切ったよね、ちょっとさ見てほしい、めっちゃ切ったの、ほら。めっちゃ切ったんですよ。こんなに切ったの初めてでした。いや、もう誰かわかんないよね。うん、スクショ。やばくない？でもちょっと今マジで何もアイロンしてないんで、今からアイロンします。で、そしたらまた切る前の長さは、でも7センチぐらい切りました。本当に1回短く切ったんですよ、ロングから。ロングの時はもうこれぐらいまであったけど、そっからここまで切って、こっから7センチ切って、これです。頭軽いし、マジで乾かす時間が本当に減りましたね。どんかわ、分かんないよね、誰か分かんない。まあ一回アイロンしますね。嬉しい。なんかさ、これでさ、めっちゃ失敗したらどうしようって美容師さんと話しててさ、もう失敗したら、まあエクステつけましょうよみたいな。エクステっていう髪の毛をつけ毛みたいのがあるんですけど、もうそれつければなんとかなるからみたいな、もう最悪それつけましょうって言われて、うん、そうですよねって言ってたんだけど、でもなんかこの感じだと良さそうじゃない？結構反応、なんか自分さ、誰にも会ってないの、まだボブにしてから。昨日マキコさんにだけ会ったけど、仕事で。だけどマジでそれ以外メンバーに会ってなくて、メンバーにもスタッフさんにも会ってない、マネージャーさんにも会ってないの。ボブにするっていうことは言ったんだけど、だからね、分からんのよね。そのね、美容師さんのとね、マキコさんしかね、に見せてないから、
どうなんだろうなって思ってたから嬉しい。なんかここでさ結構みんな全然出なかった。そうめっちゃ迷ってたんですよ。もうさ私の SK メール取ってくれてる人は分かるけどさ、毎日さえボブにしよっかなみたいなずっとさ言ってたんだよね。最悪課金しましょう。プラン A 大成功エクステという、そうエクステはね素晴らしいですから、メンバーの反応楽しみですね。そうマネージャーさんについてきてもらおうと思ったんだけど、ちょっともうここまで、この前回切った時は15センチぐらい切ったから、15センチ切れたなら7センチも切れるくねってなっていいやと思って。こんばんは。女の子がちょやって髪の毛すごく気にするよ。てか難しい巻くの、後ろとかどうやって巻いたらいいのこれ。オシリンが初ボブにした時の賞金しかない。そんな、いや私めっちゃ軽い感じでさ、え普通になんか今日ショールームする気とかなかったんですよ。別に明日やろうみたいな感じだったけど、急に始めてさ急にやっちゃったけど大丈夫そうかな。じゃあなんかちょっとみんな褒めてくれるからちゃんと写真撮りますね。あのマジでね別にそんななんか重大じゃないからいいやと思って全然写真とか撮ってないですよ、自撮りとか。だけどなんか撮るね、なんかみんな褒めてくれるから嬉しい。なおちゃん嬉しい。推しはいいです、生活を豊かにしてくれる詩人なん君めっちゃ面白い。毎日迷うって言ってたよね。そうナッキーさんとかエクステつけてたし、もうさこれむずいんだけどどうやって巻くのここ、誰か教えて。ボブの人、ボブの人いない、どうやって巻くの、もう分かんない。 2,3 歳若く見える、マジそんな、まあ、それっていいことですよね。これ負けてんのかな、まあ、負けてるとことにして、これかなり燃えますね。燃えてる、ハリウッドザコシショーのネタやった時の賞金しか、そんな後ろ噛んで、いやそれねこれね難しいんですよ巻くの。だから私が不器用だからなのか分かんないけど、でもさ絶対外羽が可愛いよねこれの長さって。なんか昨日はね普通に内巻きにしたんですよ。あのなんか私その好きなアイドルちゃんがね、別に推しとかじゃないんですけど、なんか普通にえマジで可愛いってなっちゃって、なんかその子を見てえ切ろうってなったんです。でその子がめっちゃもう内巻きボブしてる子なんですけど、私もそれになりたくて一回内巻きボブしたらもうなんかこけしみたいになっちゃって、昨日一日中こけしで過ごしてちょっと恥ずかしかったんで、やっぱもう外跳ねしかできないっす。ねあメイちゃんもボブにしてた。ボブっていうかショートですよねあれ。めっちゃ可愛かった、マジ可愛い。てかなんか好きな人みんなボブだった、気づいたら。インスタでさ見てたらさ、え私の好きな女の子全員ボブだわってなって、でこれもうボブにするしかなくねってなっちゃったの。すげえ行動力かわいい、行動力、あそれを見てってこと。いやだからうちオタクなんですよもうね、オタクだからねそういうのを見て
かわいいってなってすぐやっちゃう。これ後ろできてんのかな。できてます。これちょっと跳ねてる。これ見て跳ねてる。できてる。推しが多すぎて誰のことか分かんない。いやそれな、白塗りにはしないっす。難しいよね。可愛いの暴力ですね。ボン跳ねてるよ。ありがとう。ショールームってこういう時に使えるね。後ろ跳ねてるかさ、後ろ負けてるのか確認する時にショールームって使えるんですね。できてるよ。色もそう、色もちょっと明るめにしました。あの暗いのが良かったんですけど、やっぱ私ほんとこけしになっちゃうから、さすがに黒はやめ、最初黒はやめとこうと思ってちょっと明るめにしましたね。なんかでもさ、やっぱ新鮮ですよね。なんかさ、自分でもさ、今日朝起きてびっくりしたもん。あれって思って、こんな髪の毛短かったっけってなりますもん。でパッツンがいいかな。オタクを鏡代わりにありがとう、みんな鏡になってくれて。前髪がうまくいかないですね。グレー系、グレー系か。いやなんかブリーチしてないからね、そんなにね、いろんな色で入れられなくて、もうこの長さだからブリーチしてもいいのかなって思うけど、でもなんかそんな明るいのもやりたくないし。服装はでもなんかちょっとやっぱボーイッシュ系も着ようって思いました。別になんか短いからボーイッシュ着なきゃいけないとかないけどさ、なんかそういうのもやってみたいなと思った。ちょっと羽かわいい。おでこ広い人は短めバランスいいってどういうこと。私おでこめっちゃ広いんですけど、だから短い方がいいのかな。でもちょっとね、まだ切って3日4日ぐらいしか経ってないけど、ちょっとやっぱロング恋しくなりますね。早いね。でも多分それは人に会ってないから反応が分かんないから、なんかやっぱロングにしようってなっちゃう、ロングの方がって思っちゃってるだけかもしれないけど、早くみんなと直接会いたいところですね。 OK?いいんですか、これでいいかな。もうちょっとわかんないもん、前髪もうこんな感じで短い方が可愛い。あ、そうなんです、あの今夜の23時からのニュースゼロに出演します。あの感染したから伝えたいっていうコーナーに出演しますので、ぜひ見て、でそれでね、あちょっとまだもうちょっとで、それでその感想とかをぜひあのハッシュタグ感染したから伝えたい、ハッシュタグニュースゼロでつぶやいてください。お願いします。で押し行きと人生ゲームやったよこの間、つぶやいてください。これをつけます。マックス、マックスっていうのかな、これ何でしたっけ、何でしたっけこれ、何でしたっけこれ、何て言うんだっけこれ、
スプレーじゃないなんだっけ、ワックス、ワックスって言うんだっけこれ。でここもペタって、私はすぐ髪の毛のアホ毛がね出てきちゃうんで、ペタってして前髪に前髪もつけて、できるはず。できた、できた。でもやっぱ顔なんかさ、ちょっと長い、顔長いよ私って。丸顔になりたいですね。 OK。 拡散しておきました、ありがとう。ヘアオイル、ワックスかな、どうでしょう。これで完成です。多分完成で、スプレー振ります。内巻きはちょっとね、内巻き、内巻きね、本当にまだね似合ってないって思っちゃう。ちょっと前髪散らすぐらいがちょうどいいんで、ちょっと失礼します。スプレーしたらさ、めっちゃ固まっちゃうからさ、もうめっちゃ最高の状態で整えないとね。これめっちゃ時間かかるんです、ごめんなさい。超時間かかる。できた、ここはいいじゃん、できた。手洗います、ちょっと急に。痛いから起きた。スパ購入ありがとう。前髪にとことんこだわる福祉の、そうなんですよ。やっぱ前髪がなんか崩れてるだけでちょっとブスに見えるからっていうね。こうやってた方が、いや分からん、もういいか。耳かけた方がいいのかな、どうなんだろう。もういいか、これですね、完成。完成です。ちょっと狂ってやりすぎた、これもう分からないな、ちょっと狂ってやりすぎちゃったかも。外巻き好きです、ありがとうございます。巻きすぎちゃったけど、まあ、いっか。ボブ界でトップ10に入るかわいさ、ありがとう。トップ10 トップ10ありがとう。耳にかけてるの好き。あ、完成形になってスクショするか。じゃあはい、見てください、こんな絡まってます、びっくりですよね。これね、私こういうのちゃんとねこうやってやりたいタイプなんですよ。あの一回一回使ったら多分またね家出る前にね直すと思うんですけど、なんか無理なの、これやっちゃうの絶対。こうやってこれしないとなんか
ちょっと見れますよ。じゃあスクショしましょう。どうしたらいいかな。顔長く見えたらやだ。うん、これで普通にお願いします。うん、うん、はい、OK です。石塚みずきちゃんがもっと話したいって言っちゃう。私も話したいんですけど、本当に人見知り入れちゃって。似合ってるよ、あら可愛い。みんなはさ、何でもさ可愛いって言ってくれるからさ、いいですよね。何でもさ可愛いって感じじゃないですか。嬉しい、ありがとう。スクショ OK、 ありがとうございます。すごくいい感じ。何でも言いません。あ、すいません。何でも言わなかったですね。嬉しい、本当に。でも結構好評で、わかんないけど、本当ここの皆さんだけかもしれないけど、可愛いって言ってくれるのがでも嬉しい。ここにいるみんなだけでも可愛いって言ってくれれば私はそれでいいです。あとね、やっぱ首がめっちゃ長く見えるよね、これすると。首見えるからさ、私首めっちゃ短いけど長く見える。はい、 OK です。あ、そう、じゃあまだね、配信は終わんないけど、ちょくちょく挟んでいきます。今日の23時からテレビ、日本テレビさんでのニュースゼロっていう番組に出演させていただきます。感染したから伝えたいことっていう、あ、確かにテロップに、ここ感染したから伝えたいことっていうコーナーに出演します。私もコロナウイルスに感染して、そこで感じたこととかをお話しさせていただいてるので、ぜひ見てくださったら嬉しいですし、まあ、SK のファンじゃない方とかでもにも見ていただきたいので、感想とか意見とか、まあ、私が出る前のその告知とかしてくださる方は、ハッシュタグ感染したから伝えたいこととニュースゼロをつけてつぶやいてください。伝えたい、感染したから伝えたいですね。ちょっとテロップに書こう。23、ゼロ放送です。 OK、 感染したから伝えたいをつけてつぶやいてください。全国放送です。お願いします。私も本当に、なんかね、ちょっとこれは後で話そうと思ってたことなんですけど、ちょっと待ってくださいね。なんか、なんでこのお話をいただいたかっていうと、まあ、またブログにも書こうと思ってるんですけど、私がコロナ陽性出て自宅療養が終わって、一発目に書いた SK の公式ブログがあるんですけど、そのブログをニュースゼロの方が読んでくださったみたいで、そこで福さんのブログを拝見してお話聞きたいっていうことでっていうのでいただいて、もう本当にすごく嬉しくて、それも私自身、あのブログもすごく、もう丸一日以上かけて、どう書けばいいんだろうとか、なんかやっぱり本当にたくさんのところに、まあ、ご心配とご迷惑をおかけしてしまったので、なんか全部の人が納得するブログじゃないですけど、なんか
もう全部もう本当に難しくて書くのが。だけどやっぱりなかなかこうコロナになってっていう人って SK 以内でまだいなかったし、しっかり伝えたいなと思ってあのブログを書いたんですけど、それをこう見てくださって、で今回そのテレビでもう伝えていただきたいっていうのを言われて、で出演することになったので、本当になんかこれが、私もあのブログを書いてる時に、まあ、SK のファンの方とかメンバーとかスタッフさんとかだけじゃなくて、なんか一コロナ感染者としてたくさんの人に見ていただけたらなと思って書いてたから、なんかそれが一つつながったというか、一つ自分的に、うん、なんかすごく嬉しかったですね。そこ、こうやって読んでいただいて、なんか自分の言葉でこのコロナのことを知っていただき、知ってもらえたりとか、きっと今もコロナかかって、まあ、不安な人とかもたくさんいると思うので、なんかそういう方たちにこう伝えたいなってすごい思ってたから、すごく嬉しいです。私もこうやってなんかいろんな人にコロナのこととかを知ってもらえて嬉しいなって思うし、そう、やっぱり若い世代のね方の感染もすごく増えてるし、私も21歳なので、なんか若いからって油断しちゃいけないなってすっごくもう本当に思うので、それを伝えたいなっていう思います。そうだからね、ブログ本当に書いてよかったなって思うし、なんかなかなかね、なった人の話って聞く機会ってないと思うので、ぜひ今夜のその放送とかで見ていただけたらなと思います。でも本当にね、みんな気をつけてください。みんな元気じゃないとね、応援、 SKE の応援もできないし、私も本当に仕事もできなかったから、もうとにかくね元気でいてほしいなってすごく思います。そう、ツイッターにもちゃんと告知のツイートをあげようと思ってるので、ぜひそちらもね、あのやっぱハッシュタグ忘れずにつぶやいてくださったら嬉しいです。ちょっとこの流れで申し訳ないですけど、まあ、暗い話してもしょうがないんで、あのコロコロします。まあね、大変なことあるけど、でもやっぱりなんか体調が本当に一番なので、みんなもう無理せず、本当無理せずね、やっぱりしてほしいなと思いますし、やっぱ私はあの休む勇気もすごく必要だなって思ったんですよね。なんか正直その、まあ、仕事に行けたっちゃ行けたんですよ、気持ち的に、気持ち的にっていうか体力的にも、なんか別に頑張れば全然いけるぐらいの体力だったんですよ。なんかちょっと風邪ひいたかなみたいな、風邪の初期症状みたいな感じだったから、だからコロナの時期じゃなかったら、まあ、普通に行ってたなっていうぐらい、まあ、普通に大切な仕事も本当にあって、そんなので行けたけど、だけど怖いし、もう本当に申し訳ないけど、マネージャーさんにもうどうしても休みたいですって、ちょっと怖いから、万が一、まあその陽性ではなかったけど、1回目の時陰性出たんですけど、まあ陰性だったけど、万が一その陽性だった場合、
私はもう何十人何百人ものスタッフさんメンバーとかに移してしまうから休ませてくださいってもうめちゃめちゃお願いして、まあ、辛かったですけど本当にスケジュールとかそのスタジオとか撮ってくださったりとかも全部、ね、組まれてる段階でそれを断るっていうのは本当に申し訳ないけど、でも、うん、やっぱなんか少しでもおかしいなと思ったら休むべきだなってすごい思います。もし万が一それで、まあ、コロナじゃなかったとしても誰も責めないし、それはもう誰も悪くないから、だしかかっちゃってももうこのご時世仕方ないって、うん、私の周りの皆さんはしょうがないってもうすごくなんだろう優しい言葉をかけてくださる方ばっかりだったので、うん、だから無理しない方がいいです絶対に。今はまあその緊急事態宣言も出てて、まあ、外出とかもなかなかできないじゃないですか。本当に必要最低限のところしか私も行ってないし、うん、まあなんかそれが、まあ、実際今もリモートの仕事とかもすごく多くて、なんかやっぱ現場行きたいなっていう、現場っていうかそんなにちゃんとだけど、今は本当我慢の時だなって思うからね。見に来ました、こんばんは、ありがとうございます。ボブ完成しました。そう、みんなの気持ちが大事ですから。もうでも今は本当に元気で、もうね、もうめちゃめちゃ元気で、だけどやっぱ2週間ぐらいずっともう動かなかったので、2週間どれぐらいだろう、2週もうとりあえず動いてなかったので、もう体力がね持たなくて大変なんですよ。階段登るだけですっごい疲れちゃうの。なんか劇場公演とかもリハーサルしてる時点で筋肉痛でした。リハ終わったらもう筋肉痛が来ててってなっちゃって、筋肉痛ってなっちゃった。元気でよかった、本当ご心配おかけしました。明後日の公演見に行くので生で見れるの楽しみにしてるね。お、そう、明後日劇場公演なんですよ。そう、そっか、ボブ公演ですね。ボブ公演とはって感じですけど、休養してる間のご飯はいや、そんな、まあ、食欲がなかったんで、私味覚嗅覚障害があったので食欲が本当なくてあんま食べてなかったですけど、でも両親が生活に必要なものとか、なんかご飯とかそのチンできるご飯とかそういうの送ってくれたので、それを食べてましたね。元気がある時はご飯食べてました。いや、味はもう分からなかったです。なんかあれでしたね、高野豆腐食べたんですけど、なんか濡れた雑巾を食べてるみたいな感じでした。寝たきりは本当に体力落ちますね。もうトイレぐらいしか動かないから、もうすぐどんちゃんの大好きなおしゆき YouTube 更新されますね。あ、本当だ本当だ、7時だ、見なきゃ見なきゃ。いや、そう、本当にね、そういう感じだったんですよ。あとなんだろう、コーラ、私すごい好きだったんで、友達がなんかコーラを6本ぐらい持ってきてくれたんですよ。で、元気になってねって、その対面せずね、私の家の玄関のところにポッて置いといてくれて、玄関の外側ね、
部屋の方じゃなくて外に置いといてくれて、でそれを飲んだんですけど炭酸水でした、コーラが。だからあ、なんかそこで本当に味覚ってなくなるんだなって思ったし、そう、味覚なくなりましたね。匂いもなかったです。だからあの自分が今なんかなんていうの、お風呂出た後でも何も匂いしないから臭いんじゃないかって思うぐらいだったし、お風呂でなんかちょっと気分を上げるためにいい匂いのボディーソープを週に2回ぐらい使ってるんですよ、ご褒美に。だけどその匂いもしないから、なんかもう本当に匂いと味が全部しなかったんで、水とかも飲めなかったし、水お茶飲めなかったです。でまあコーラとかもあれだし、なんだろうな、一番私が美味しく食べれたのがあれでした、あの韓国海苔がめっちゃ美味しくて、その韓国海苔はなんかね、あの押し浮きルカサリサリが持ってきてくれたんですけど、差し入れで、そこにたまたま入ってた韓国海苔で、なんか食感もあるし、でしょっぱいじゃないですか、だから若干なんかあるんですよ、ちょっとしょっぱいみたいな、パリパリだししょっぱいからこれは韓国海苔だって認識できるけど、もうそれ以外はなんかキッシュみたいの食べたんですよね、あの卵焼きの中にほうれん草とかなんかベーコンとかが入ってるやつがあるんですけど、それもう本当に私大好きなのに、なんかすごいまずく感じました、その時。今はもうめちゃめちゃ美味しいです、後遺症はないです。炭酸水ってかすかに酸味があるだけど、ただ刺激があるだけ、炭酸水自体は飲んでないから分かんないんですけど、まあコーラが炭酸水になってたんで、炭酸水だったら多分普通に炭酸水って感じだったと思う。そう、韓国海苔だけは多かったんですよね。あとあの白米、もう何もかけてない、ふりかけとかもない、ただの白米、冷たい米は食べれました。味ないものがなんか逆に美味しく感じるから、焼いてない食パンとかも食べれたし、なんか味ないのが本当に美味しいの、その時。お粥とかも美味しいです。お粥も変になんか卵とか入ってるやつじゃなくて、普通のただの白粥ってやつは食べれました。あとなんだろうな、そう、チョコパイとかもね、押し浮きルカサリちゃんがね差し入れしてくれたんですけど、チョコパイもなんかなんて言うんだろう、あれなんか固めのスポンジ食べてるみたいな感じでした。そう、ご飯は食べれたけど、でももう1日、私も味しないし体調も悪かったんで、1日1食で頑張って1日1食でその全部一口だけ食べて終わりみたいな感じだったんで、普通に痩せました。だけど絶対いい痩せ方じゃないし、すぐ多分戻ったけど、チョコの味しないです。もうなんて言ったらいいんだろうな、難しいけどね、チョコの味もしなかったです。硬いなんか食べてるみたいな、なんだろう、分かんないけど、でも食べなかったから、それをずっと言ってたからさすがに痩せたけど、だからなんかねめっちゃね衣装とかが緩くなっちゃって、全部直してもらいました。
楽しいよね。でも私味覚なくなったのは陽性出て3つ陽性出て3日後に味覚がなくなったので、その3日間とあと陰性で1回目の PCR 陰性だった時から陽性が出るまでの4日5日間はしっかり味がありました。最初はね、味覚なくなるぐらいの時は、最初の時はなんか例えば今ちょうどこれがあったからこれなんですけど、これとかもコーヒーなんですけど、コーヒーので匂い嗅いでって飲めばコーヒーってわかるんですよ。でも匂いをここでで嗅いで飲まなきゃいけないのだけど、もう味覚なくなったらこれも多分あんま美味しくなく感じちゃう。匂いを嗅いでから食べてたな、食べたり飲んだりしてた。そう、栄養を取らなきゃいけないのに私は食べる気が起きなくなっちゃった。なんかやっぱ食べることがね、ちょっとごめん、やっぱ私食べること すごい好きだから、なんか食べることで生きがいを感じてたから、なんかそれがなくなったのがすごい悲しくて食べることをやめちゃったけど、多分絶対食べた方がいいから無理してでも食べた方がいいと思います。嗅覚は本当最初の頃はありました。その味覚がなくなった日一日は嗅覚はあったけど、次の日にはもうなくなりましたね、味覚とともに。感染中に食べたらダメなもの、いや特に言われてないから私は、自分が食べれるものを食べてました。美味しくないと食べれないし、まあでも本当にこれは私が体験した話だから、まあ、全部を参考にするしては欲しくない、して欲しくないというか、まあなんかみんな年齢とかも違うし体調の状態も違うと思うので、まあ、参考程度に聞いていただきたいんですけど、治った時は急に美味しかったりするの。あの治った時はなんか起きたら、お昼寝から起きたらなんかここら辺でなんか風の時の匂いがしたんです。風邪ひいてる時ってなんかちょっとなんかなんていうんですか、鼻水臭いというか、なんか風邪の時の匂いあるじゃないですか、鼻の奥の、あ今風邪ひいてるんだなみたいな匂いっていうか、なんかわかるかな、なんか風邪の時特有の匂いみたいのがあるじゃないですか。その匂いがここら辺でしたんですよ。でやったらして、あれって思って匂い戻ってるって思って急いで、あの卵焼きがあったんで卵焼き食べたら卵焼きの味がしてはぁと思って嬉しくて、お母さんに電話して卵焼きの味があるって言って、であのブリの照り焼きみたいなのもあったんでそれも食べたら味がしてわーっと思って、だけどなんか本当に一瞬だったんで、その戻ったのが10分15分だけ戻って、でもうまた閉鎖されちゃって、もうアクエリしか飲めない、韓国海苔しか食べれないみたいな生活になっちゃって、でも次の日また起きたら次は 1、2時間ぐらい味覚が戻って、でまたなくなって、で次の日起きたらってこうだんだんね増えてったんです、味覚を感じる時間が。最初はだから15分ぐらいでした。だけど日にち経つごとにその味覚を感じる瞬間がこう長い時間に増えてって、で、まあ、最終的に一日中持つようになって、で今はもう完全に復活してます。仕事終わったよ、見て髪の毛切ったの、見て見て髪の毛切ったの、かわいよ。そう、波があるんですよね。
もう本当にでもこれは私のあれですけど、味覚なくなる時もちょうどね、あの押し行きルカサリーが来てくれた時、来てくれてその日の寝てん、その日の次の日朝起きたら水がまずくて、そっからあれって思ってご飯食べて、あちょっと薄いかなって、まあね、一回寝ようって思って寝て起きたらもうなかったんですよ。だからその押し行きルカサリーがくれた食べ物をもっと食べとけばよかったってすごい後悔した、その時に。そう、あそこのみんなはね来てくれたんですよ。お話し会行こうか悩み中。なんで悩むの、来てよ。悩む必要性はないですよ。来てよ来てよ来てよ。そう、水がまずかったです。唾液飲んでるみたいな感じです。そう、あの今日の23時からニュースゼロに出ますんで、ぜひ見てください。ハッシュタグつけてつぶやいてください。そう、水がまずくなっちゃいました。水とお茶だけどね、なんか味覚戻ってる時はこうめっちゃお茶とかガブ飲みできるの、わーって飲めるんだけど、なくなった途端めっちゃまずくて、えでもさっきまで飲めてたのにってなるんですよ。もうね、わかんないよね。でもね、これは本当に人によって違うから、もうね、なんとも言えないですけどね。そう、飲む気がなくなっちゃって、だけど飲まなきゃいけないから、だけど私はそのスポーツ飲料水的なのがなくなっちゃって、でもうどうしようどうしようと思ったら新見さんに電話したんですよ。マネージャーの新見さんに電話して、新見さんごめんなさいって言って、夜だったのに来てくれて、新見さんがねインターホンに移ってこうやって抱えて来ましたよって言ってくれたもう本当に嬉しいですね。でインターホンに来たみんなの動画を撮って、それを辛い時に見て頑張ってました。私はは今濃厚接触者でテレワークです。そうなんですね。まあみんなテレワークになっちゃいますよね。私も多いです、やっぱりテレワーク、テレワークというか全部リモートで取材とか、めっちゃ多いリモート取材が。にゆみさんね、そう、そしておしゆきちゃんたちは部屋を間違えました。めっちゃ面白いよあの動画。もうみんなに見てほしいけどね、私の家がバレちゃうからね見せれないの。でもめっちゃ面白い。男の人の声が明らかに聞こえてるもん。あ、福士さんですかとかって言ってさ、いや福士なわけないじゃん、男出てんだからさ。ほんと優しいよね。私もその動画とみんなが来たインターホンの動画をずっとベッドで見てました。優しいよねみんな。そう、違う部屋というか違うマンションです。なんか違う建物の私の部屋番号は合ってたんですけど、部屋番号は合ってたんですけどマンションが違ったっていう。そうだからね、もう私もさすごいよね。なんかさ、しかもあの人たちもすごいからさ、なんか位置情報をね共有するアプリがあるんですけど、それを仲良しのみんな交換してるんですよ。でそれで私がいる場所から頑張ってきたの。なんか普通にさマネージャーさんとかにさ聞けばいいじゃないですか、その福
福祉の住所分かりますかみたいな聞けばいいのに、私のその位置情報を交換してるやつから見て私がいるところに来て、でなんかちょっとさ、そういうさ位置情報ってちょっと誤差あるじゃないですか。なんかマンション自体はここだけど、なんか部屋がこっち側だからなんか道路とかにいるみたいな、そう GPS なんですけどみたいになっちゃって、それが私がいたのがなんか違うマンションの方になんかいたらしくて、位置情報がちょっとバグってて、でだからそっちに行っちゃったんですよ。でそっちので部屋番号は、まあ、あのなるちゃん、なるちゃん知ってるから、私の部屋を、部屋というか家を、だからなるちゃんに聞いて何号室だよって教えてもらってピンポンしたらしいんですけどダメでしたねめっちゃ面白かったもん。もうあの時のサリサリの顔マジ面白かったもん。そうでも間違えて本当に全員で謝ってました。本当にすいませんって、全部謝罪シーンとかも全部流れてたんで、本当に申し訳ありませんって謝って、そう、え、めっちゃ見せたいもんその動画だけど見せれないのよ。めっちゃ見せたいんけどね、番組予約完了ありがとうございます。ぜひリアルタイムでも。もうほんとこうやって笑える日が来て本当に良かったって思うし、だからみんなも油断せず本当に過ごしてほしいですね。すごいよね、だってさ、もうさ、多分みんなね仕事が一緒だったんですよね。でその帰りに行こうってなってくれて、そこで今からみたいなどんちゃん家に行きますっていう動画を撮ってくれた。再現 V 再現 V 作るの、いやむずいや、あれはね、いやもう見せれないよ、ちょっと思い出として。じゃあもう私が SK 辞めて10年ぐらい経った時に見せますね。本人たちによる再現はやばいでしょだってサリサリがさ、そう、みんなが差し入れ買うためにさ、まあなんか薬局みたいなところに行ってくれて、そこでいろいろ買ってくれてたんですけど、なんかサリサリがラックに「ああ」って、なんかここがラックに引っかかっちゃうみたいなシーンとかもあったの。ああみたいな、21時半引っかかるみたいなのがあって、もういいやんみたいな、引っかかるシーン絶対いらなかったじゃんと思って。再現 V みたいな、いや無理でしょ。これは私の心の中の思い出だけど、友達にめっちゃ送りつけました。その時コロナ大丈夫って、やっぱそうサリサリ引っかかってたから、こうやって棚のさ、こういうなんかあるじゃないですか、お菓子とかがかかってるさ、こういうやつにさ、って引っかかってたそう、あげないのに編集してくれた。しかもゆきちゃんがね編集してくれたらしいんですけど、その日の夜に来て、多分うちバイバイって言ってうちから帰ったのが9時半とかなんですけど、その日の11時半には私に動画が届いてたの。やばくない？めっちゃ早くない？マジ YouTuber の友達いてよかったって本当に思ったもん。めっちゃ面白いからね。めっちゃ面白かった、いろいろ、もう本当に面白いんだよ。優しいしね。でなんか私は完全版しかもらってないんですけど、完全版っていうか、そんなに編集してくれたやつしか持ってなくて、でもこの間ルカティンに会った時になんかお願いしたの、ルカティンに全部素材ちょうだいって言って、好きすぎちゃってもう全部素材もらった、一個一個、なんかこのシーンとか、サリちゃんが引っかかっただけのシーンとかもらっためっちゃ面白かったんですよ。どこにあったかな、ちょっとねマジ見せれないのが本当悲しい。なんか自転車で向かってるシーンとかもあるの、
かすごいんですよ。そのなんか行った薬局のこのインサートとかもある、下からこういうあるの。いや見せたいんやけどね、もう無理なんすよね。全部これ多分バレちゃうんだよな。最初のねこれを見せれるかな。なんかね、今からどんちゃんち行きますって言って、ちょっと声は怖いから出せないけど、こういう感じ。中井先生、ここが今からどんちゃんちに行きますっていう。やばくない？マジで嬉しい。もうこれ以外はちょっと見せれないんですけど。これ以外は多分ね、映っちゃってるんだよね。そう、というこういう感じです。サリサリはだから、あの、あそこです。激安の王道ですね。あそこで、あれ？なんだっけ？激安の、なんだっけ？あの、なんだなん、どんちゃんのところ。21時半引っかかる、あーって引っかかるから。うん、楽しいですよ。そこでオシェリンさんが入り口でドンキーっていうシーンもあってドンキーって言ってちょくちょく挟んでくるの。今から行きます、えいかの。で、どんちゃんち着いたよ、どんちゃんちに向かいます、ドンキーって絶対入ってくるんですよね。そう、めっちゃね、本当にね、いい友達を持ちました、私は。だからなんかニュースとかを見て、普通に私のリアルなね、メンバーじゃないその地元の友達とか、まあ普通に友達がなんか福祉大丈夫って結構 LINE をくれて、大丈夫だよって言って、ちょっとこれ見てほしいんだけどって言って、この7分ぐらいの動画を全員に送りつけました。もう自慢したくて、見てこれすごくないっていう、うちの友達すごくないって。 YouTube やってる子といるし、普通にみんなマジセンスやばくないっていうので、みんなに送った。超ね、自慢の友達です。嬉しいよね。ところで私今どれだけやってます？ちょっとね、2時間やろうって思ってたんだけどね。ところでどれぐらいですか？そう、友達です、メンバーじゃない。1時間26分。2時間したいんだよな、目標として。もう今年はね、ショールームをいっぱいするって決めたんです。19時、あと30分ぐらいで2時間ってこと？1時間26分。関係ないけど、ちょっと教えてください、誰か。いつ私2時間です。19時57。ありがとうございます。めちゃめちゃさ、この方、このツインテールしてるこのアイコンの紫の方、めちゃめちゃ教えてくれる。名前呼べないからさ、あれだけど、すいません、ありがとうございます。本屋の駐車場に1時間以上いる。え、大丈夫それ？ごめん、なんか全然ご、全然ぜ、ご、ごめん。
関係ないけど去年街でマキコ軍団磨けてみんな仲良しだなと思いました。マキコ軍団っていうんですか。でもマキコさんがね一番上ですから、先輩だから仲良しなんですみんな。もう今はねなかなか会えないけど、この状況だから。しかもさ K2 の人が多いからさ、私 K2 じゃないからさ一緒になる機会がないからさ悲しい。ゆきちゃんに会いたいもん。ゆきちゃんだけ会ってないんですよね。あのルカティンとオシリンさんには会った。あ、サリちゃんも会ってないわ。10分ぐらいでスパ買いに行ってくるね。なんかこれさショールームつけながらさ耳にイヤホンして買いに行けば。私も今さネットフリックス見てるんですけど、見てるっていうかつけてるんですけど、まだ見てますかっていう通知が来た。多分長く見すぎてて。ちかちゃんには会いました。会いました。ちかちゃんはね会いましたね。たまたまね事務所で、私がその復帰1日目、復帰1日目っていうか復活した時の一発目のお仕事で事務所に行ったら、ちかちゃんもたまたまいて、はぁってなって。ちかちゃんはねずっとねお家にいる時ずっと電話してくれてたんですよ。だからなんか合ってる感がすごいあった、ちかちゃんとは。そっか、今日 S 公演ですね。言ってたもん、ちかちゃん公演やねんって言ってた。ちょっと喉乾いたですね。肩凝ってきたっすね。肩こり。あれ、ちかちゃん出てない？あれ？違う日の話かな。先の日かな、わかんないけど。ちかちゃんのなおちゃん呼びがいつも新鮮に聞こえる。いやー、なおちゃんですよ私は。私はね、なおちゃんです。同期からはなおちゃんって呼ばれてる。同期とあと辞めた人たち、卒業した人はみんななおちゃんって呼んでくる。ゆめさんとかなるちゃんとかもなおちゃん呼びです。あ、そう、髪の毛切りました。同期安定なお呼び、なおちゃんです。なるちゃん元気？元気だよ。とても元気です。なんか最近ね、LINE でね、サノマルのスタンプを新しく買ったんですよ。前も持ってたんですけど、前も持ってたっていうか、サノマルバージョン1みたいなやつを持ってたんですよ。だけどもう一個買ってめっちゃ可愛くて、それがどれ、めっちゃ可愛いの、本当に超可愛いの。おすすめです、サノマルの。なんてスタンプなんだろうこれ。どうやって見るの、サノマル、どうやって見る、サノマル、あったサノマル、これこれめっちゃ可愛い、このスタンプ、これ見て、サノーって書いてある。見えないか、可愛くない。公演終わった終わった終わった。え、みんなさパソコンで見てるのかな、ショールーム。パ
ソコンで見てて、パソコンにいっぱい窓やってんのかな。ね、可愛いよね、その丸。1は持ってたんですけど、最近2買ってめっちゃ可愛いと思って。可愛くね。うちがよく使うやつはこれです、えへへでもね、ふっかちゃんのもめっちゃ可愛くて買おうかね、すごい迷ってる。ふっかちゃんめっちゃ可愛いもん、マジで。さ、深谷市行きたいもん。ふっかちゃん可愛すぎて。栃木弁スタンプとかあるんだけど、すごくない？動いてんなって、栃木弁なの？タブレット、あ、タブレットね、なるほどね。みんな忙しいよね、配信さ見たり公演見たりさ。悲しいべな、栃木の方言スタンプ。雷様、雷様あったら栃木弁なの。裏見たか、裏もそっか、栃木弁大事大事ね。ねえ、さのちゃんのツイッター見ました？めっちゃ可愛かったですよね。めっちゃ可愛かったもん。あの、頑張って、ベルクのね、こ、今2月14日にベルクでイベントがあるんですけど、それに応募したい、当たったら会えるんですけど、さのちゃんがそれに応募しててめっちゃ可愛かった。どんちやんに会えるかなって。いつでも会えるよ、そんなん。いつでも会うって、会いたい、さのまるに会いたい。さのまるに会いたいです。そのラーメン買い込んでたよ。味噌汁かい。うん、かおりさんも出ます。そうなの、かおりさんとね、それで LINE した。かおりさん出るんだみたいな。ちょっともうちょっと近くにしよう。そしたらさ、コメントも見えるって言って。あー、めっちゃいいよ、この字、この位置。今日ベルクで買い物した。ベルク、いや、なんかさ、前ショールームでしましたよね、この話。なんか地元奥みたいなした気がする。右が、今ね、そう、今テラハ見てるんです。久しぶりに見たくなっちゃって。いいですよね、なんかああいうさ、え、ね、オオカミくん見てる人います？見てた人、オオカミくんには騙されない、見てた人います？その丸イベント来てほしいですよね。確かに、なんで味噌汁なんだろう。オオカミくん見てた人います？女の子とかしかいないか、見てる人。ああいうね、恋愛リアリティショー好きなんですよね。オオカミくんね、今度2月から新しいストーリー、なんていうんですか、シーズン始まるんですけど、もうそこに出る子がもうめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛くて早く見たい。もう私は引きこもりなので、もうね、キュンキュンするやつ、そう、キュンキュンするやつ、なんか子供たちが、子供たちっていうか若い子が
恋愛シアリチーショーして、そう、それすっごい好きなの。いいんですよね、あれがキュンキュンする。本当になんか漫画とかにはハマんないんですけど、そうベルクのねイベントね、私も今日おばあちゃんと電話して、なんかお父さんの方のおばあちゃんとまた電話したんですよ。でそしたらなんか、なおちゃんベルク来るんだねみたいな言われて、え、なんか多分ね普通にそこら辺地元のベルクに来ると思ってたおばあちゃんは、だから違うよって言って、違うんだごめんねって言って、またコロナ落ち着いたら会いに行くからねって言って、でもう一人お母さんの方のおばあちゃんに電話したら、なおちゃんベルク来るんでしょうって言われて違うんだごめんって言って、違うの全然違うのみたいな。でもなんかそのベルクの広告に載ってたらしくて、私とか SKE がベルク来ますみたいなのが載ってたよって言われて、それを見てベルク来るって思っちゃって、そうだけどね、当たった人で、しかも埼玉とかですよね、できるのやるの、だからごめんねって言って、コロナ落ち着いたら、そう同じ反応すぎて、どっちも同じすぎてさ笑っちゃった。そのイオンモールでイベントみたいのをするってなった時に、たまたま実家にいて、でママに、ママお願いみたいな、ちょっと私あそこのイオンに行きたいんだみたいな、どうしてもあそこのイオンで買いたいものがあって、お願いって言って、無理言って連れてってもらって、でついてきてもらって、一緒に二人で実はライブでしたって言って、でお母さんはえみたいな、何も知らないからえみたいなって、結果2人でライブ見ましたでもお母さんもめっちゃハマってくれて、その時もう帰り道の車ずっと流してた。でそしたらもう覚えちゃって、もうね楽しかったな、楽しかったし可愛かったし、なんかお母さんがめっちゃ羨ましくて、その時なんかああいうイオンとかのライブってなんていうんですか、あの従業員出口から入場してステージまで行くんですけど、お母さんがなんか私が場所取りしてるからトイレ行ってきていいよって言って、お母さんトイレ行ってたらなんかトイレが混んでて長引いちゃって、で開演時間ぐらいになっちゃったんですよ。でママ来ないなって思って来たら、なんかえ、ね、普通にさなんかなおちゃんの推しとすれ違ったんだけどって言われて、えってなって、そしたらそのにちょうど出口のところ、関係者っていうか従業員のあのところの隣にトイレがあって、そこで全員とすれ違ったっていうでもそこで重要性気づいてなくて、お母さんはなんかいたんだけどみたいな、あれってなおちゃんの推しでしょって言われて、そうだよっていいなって思って、私もトイレ行けばよかったってすごい思った。でもやっぱステージで見てるアイドルが一番可愛いからね。そう、神宿ちゃんです。もうめっちゃ可愛かったな、めっちゃ可愛かったし、もうね私はその今年というか家にいる期間が増えてアイドル見るようになって、今マジ3グループぐらい掛け持ちしてますチラッ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 、かわいいカメアドちゃんです。でも最近は白キャンが好きです。私もう別に神宿も好きだけど、もう白キャンももうめちゃめちゃ最近来てる、自分の中でめっちゃ来てるし、マネキンもめっちゃハマってました。
可愛いよね本当に。スケイン1本です。ありがとうございます。エゴちゃんと推し被らないの？被ってないです推しは。だけどエゴピに言った。今度ライブ一緒に行きましょうって。いいよって言ってくれたからコロナ落ち着いたら一緒に行きますライブ。やっぱ可愛いよね。本当に可愛いし、なんか曲いいし、マジいいよね。私もあんな透明感欲しかったわって思うもん。初回瞬か。あんまり見たことないな、まだ。ボブかわいいじゃん。そう、切ったんです。間に合ってるよ、全然。あとね、あと10分ぐらい。10分、あ、20分ぐらい。頑張ってください。ありがとう。どんちゃんも透明感あるよ。ほんと？え、透明感100万で売ってたら買う？買う、買う、買う、買う。欲しいもん。なんかさ、透明感欲しいんですよね。なんか、儚い感じが欲しい。なんか私結構顔濃いからさ、私くどいからさ、だからなんかもっとねすっきりした顔になりたかった。くどくない顔になりたかったですね。なんか濃くない？濃くはないか分からん。なんか自分の顔があんま好きじゃなくてね。顔顔やめて。顔顔これやん。これじゃん。買う買う。あ、ビッシュ、ビッシュね。ドンさん、はい。 SKE で透明感は、もうやっぱユナナだったの。私は一番の透明感は、一番あれ透明感の塊だと思ってた、ユナナ。でも石塚ちゃんもめっちゃ透明感あると思うんだよね。私が思う透明感ね。静香ちゃんと、あ、ルーちゃん、ルーちゃん、ルーちゃん透明感ね。明るくない？もう全部全部急にね。なるちゃんは透明、透明から るーちゃんかな。るーちゃんと石塚ちゃんは透明感すごい。そう、めっちゃ言われる。石塚ちゃんとどんちゃん似てるって。静香ちゃんに、いや、まちあんな可愛くないですよ、もう本当に。マジで、あんな可愛くない、あんな透明感ないです。私は茶色茶色る感、茶色る感茶色る感はちょっとごめんなさい。今ね、アイドルっていうコメントがあったの。どこだっけ、アイドルだよみたいなそう、あなたアイドルよっていうのと茶色混ざっちゃう、茶アイドルってなってた。ドライチラインに書かなくだ、書かなくちゃ。茶アイドル、茶アイドル、メモメモ、茶色アイドル、茶アイドル。エゴさんと似てますね。今日もあんまそんな鼻がちょっとね。あ、来た、これもう、チャイドルやばいですね
チャイドル超やだ。髪の長さチカちゃんとお揃い、いやチカちゃんよりは長いと思う。普段テレビ見ないけど見るね、見てください。あの23時からニュースゼロです。自分は冷静に分析しすぎ、いやそれぐらいがいいよ。エゴさんのモバメがドンちゃんとのツーショットだって、へー嬉しい。なんかさ今思い出したんだけどさ、前さ一回さ、めっちゃ前ね、もう5、6月ぐらいかな、7月ぐらいかな、なんかねエゴピとねモバメ交換したの一回だけ。私がエゴピのモバメ打って、エゴピが私のモバメ打ってっていうのをやったの。だからその日めっちゃなんか私から超甘々みたいなメールが行った日があるのだけどね、答え合わせしてないからただキモいやつみたいになっちゃってると思う。みんな忘れてると思うけどね。どんてんだ、何しとんねん。いやそう気づかなかった。なんかねカワウソにハマってた時、カワウソに会いたいみたいなのを送った時にエゴピが勝手に打ってて、なんか SK メール交換しようって言われて打ったの。それだけどね、答え合わせするの普通に2人とも忘れてて、なんかちょっと私がいいメール送ったみたいになっちゃってるかなみたいな。ゆうなちゃんディズニー行きたいって、行きたい、行こうよ、落ち着いたら行こう、めっちゃ行きたい。もうねエゴピと行ったディズニーがほんと楽しすぎて、マジでねよく思い出す、楽しすぎて楽しかったなーって思い出すもん。エゴピにもねちゃんと長い時間会ってないんですよ。なんか仕事で一瞬会っただけかな。そうエゴピが提案してきた。タン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 。エゴちゃんのモバメにドンちゃんのこと書いてあったよ。嬉しい、エゴピに会いたいって言っといてください。エゴピに会いたい、今一番会いたい人です。エゴピ仲良しだから。カワウソで調べたらぽいメール出てきた、多分絶対それ。なんかめっちゃねピエンみたいな顔文字使ってるやつあるの、なんかみたいな顔文字めっちゃボボボボって使ってるやつあるの、絶対それだよ。それエゴピがやった。サリピは、サリピやめろ、サリピサリピやめて、サリピサリピやめてほしい。そう、そうそう絵文字めっちゃ多いやつ絶対それな気がする。カワウソに癒されてるんだみたいなやつです、確か。おしピは、でもみんなさ、みんなさちょっとふざけてきてません？ピつければいいみたいなね。まきピは、ゆきピは、おしピはねえ、ピオピやめろ、ピオピサリピがコラボ配信したがってるよ。え、いいよ、サリピにコラボ配信しよう。サリピ、サリピ死ぬ。コメント欄マジノリいいわ。めっちゃトイレ行きたいんだけどね、ずっと我慢してるの、なんか配信中だから恥ずかしいなと思って、だから終わったら行くわ。サリピやめて、あと9分だ、あと9分我慢する。カオピ、カオピ、カオピやばい。本人に言ったらノリノリでやりそうだな。え、絶対やるよ。
ちょっとだから我慢する。なんかさ最近荷物多すぎてどうしよう。めっちゃ荷物多いんですけど、私だけですかね。どこが荷物多くなっちゃうんだろうな。とんちゃんのショールーム配信面白いね。ありがとうございます。でもマジでね何もしてないしね、ずっとこういう感じですよね。なんか基本マジでずっとこういう感じ。あ、そう、今からちょっとあれなんです、行かなくちゃいけないからちょっと準備をし始めなきゃってことに気づいて今ちょっとね忘れてた。忘れてないんだけど、普通にあれ私家出る時間じゃんってなっちゃったの。まあ大丈夫なんですけど、時間間に合うから。カバンに何入れてるの？あ、今メイク系。まーちゃんが大体出てくる。まーちゃん、まーちゃん今いないです。うちのね小足しかいないの。まーちゃんは実家にいるから。じゃあ小足呼んでくるわ。おいしょ。小足さめっちゃ、おいマジほこり、ひどい。小足でこの人さ、小足カワウソメール見つけた。ソラジローピーもいますよ。ソラジローピー今あっちにいます。これはコアシです。まーちゃんの弟。ほこりやばいほこりやばいほこりやばいって言われてる。コアシ悲しいな。お前立っといて。反省ね。ほこりやばいから、君ほこりやばいから立っとけ。お前はこれまーちゃんじゃないんです。まーちゃんの弟です。まーちゃんは家にいるの、実家にいるの。こわしはあのひらがなです。こわ、こわしです。あ、違う違う、カタカナ、カタカナ、たカタカナ。まーちゃんはひらがなね。東山動物園かと思った東山動物園ですか。まーちゃんだぞ。これまーちゃんじゃないの。まーちゃんは実家にいるんです。ちゃんと立つんだ。うん、ギリね、ギリ立ってる。ブブかわいい、ありがとう。あなたがかぶせたほこりおもろい。もうやめてほしい。小足です。ちょっとね準備するから、ちょっとしばらく小足でつなぎますね。私はね準備をしないといけないんだ。リュックで行こうかな。でもいや、リュックはやばいな。え、リュックやばいね。どうしよう。でも荷物が多くて本当に困るんだけど。いや普通にさ、普通にこれできる。はいはいはい、やめてねねえやめてほしい。コメント欄もうさやめてだって動画撮
無理。あれ、え、小橋喋りました？小橋ウィンクした？小橋指差しした？マジ？え、ちょっとお母さんに報告しよう。小橋マジ、小橋神対応でした？家族ラインで報告しなくて。それは小橋動いて、いや、めっちゃ面白いな。それで準備しますね。あ、なんかすごい、バッグの中からなんかハンコ出てきた。福祉っていう、笑ってくれたならいいんですけどね。あ、すごい、ペンが2個出てきました、バッグから。笑ってくれたよ。小足髪切った。やめて、もう、え、やば、見える見える。小足髪切った、笑うんだけど。小足手形押してくれた。ねえ、みんな小足のファンすぎじゃない？小足好きすぎじゃない？ちょっとそれは、大好きじゃん、小足のこと。どっちが怖いしか分かんない。こっちだよ、当たり前にこっちだよ。おもろ、マジ。怖いしのトーク会の日程はいつですか？いつですか？君、いつなんですか、あなた、トーク会は。おもろい、本当に最高すぎてね。今日も楽しい。小足に他のレーンにいるの見つかりました。小足ダメだもんね。小足嫌いだもんね。 DD、 小足もう座っていい？もうさ、もうさ、大喜利じゃん、それは。もう大喜利大会始まっちゃってるじゃん。ちょっと全部コメント見たいんだけどさ、準備しなきゃいけないのよ。最高すぎてね、本当に面白いね。小足がボブじゃないの、違う、私が福祉だよ。私が福祉だから、こっち小足だから、ボブにしたの福祉だから、間違えないで。なんで小足のファン増えちゃってんのよ、ちょっとひどくない？今からどこ行くの？今からお仕事です。小足福祉、小足しか見えねえ。ちょっとひどいひどい、みんな、みんなひどいよ。どんちゃん鼻黒、うざうざ、ちょっと待って、それはうざい。写真撮っとこう。これね、いつも言われるの私。どんちゃん動いたから、これ福祉、こっち小足なの。小足のトーク会何時？ねえ、みんな本当に面白いね。最高、最高すぎて最高だよ、もう最高に面白い。ああ、そしたら気づいたら8時になってました。本当に福祉出なきゃいけないから、じゃあこれ最後ですね。あの、じゃあみんなありがとう。あのさ、コメント欄でいっぱいふざけてくれて最高でしたんで、面白かったです。またまたいつか小足も登場しますんで。では今日のちょっと最後ね、最後に締めますから、今日の23時から日本テレビの方でニュースゼロの、コーナーに出演させていただきますので、ぜひ見てください。そちらで、新型コロナウイルスのこととか
ことを私の言葉でお話しさせていただいているので、ぜひ見てください。23時からです。そしてあのハッシュタグ感染したから伝えたいをつけてつぶやいてください。ちょっとハッシュタグ合ってるかな、はい、ハッシュタグ感染したから伝えたいとハッシュタグニュースゼロをつけてつぶやいてください。でそこでまああの感想とか意見とかはそちらにあのハッシュタグつけてつぶやいていただきたいなと思いますし、まあ、23時からなのでぜひ見てください。そこでいろいろなことを話しているので、この配信では話さなかったこととかも話しているので、ぜひ、それを見てコロナのことをたくさんの方に知っていただけたらなと思うので、で拡散して、そしてリアルタイムで見ていただけたらと思います。壊しはしないですけど、ぜひ見てください。そして、まあ、あのまたねショールームの方も近いうちにしたいなと思うので、その時はぜひ見に来てください。いつでもショールームしてます。あとそう、スパがね今日発売なんです。スパの連載に載ってるので、自分で SKE で載ってるので、ぜひそちらもチェックしてください。スパ、スパです。よろしくお願いします。ゼロは全国放送なので23時です。日本テレビさんです。よろしくお願いします。というわけで最後にスクショしましょうか。今日いっぱいスクショしたね。壊した。スクショしてね。うん、はい。というわけで皆さん23時からニュースゼロ見てください。ではまた配信します。見てくれた皆さんありがとうございました。バイバイ。みんな福祉のオタクになってね。壊しじゃないよ、福祉だよ。バイバイ。